おお、春の妖精、カタクリ、群生だ。春日山、ああ春日山、春日山、春が来た。お、青い妖精、いや、ケシンコが降りたと。我らが越後は新潟県上越市を大発信したい。我ら越後城へ連れ着きをもたらし武将隊の YouTube 動画の企画です。題して、中古の156秒劇場最終回第35弾 3×15 中古の初対11周年記念で作っていただきました15のデザイン手拭い、書ききれなかったこと、まさか書こうとも思わなかったこと、最終回でいっぱい紹介させてください。はい、手拭い振っていただいている方もありがとうございます。1300年前越後の国域がほぼ決まり、6つの郡のうちの1つが久引、今の久引平野などにつながります。今日の都から越後、神の越後、神郡とも今の上越市につながり、平成の大合併から間もなく20年を迎えます。ああ上越、運命も一変だね。こ海も里も山もあるすくね、ああ地域とのつながり、一人チャーハン、坂銀さんの発酵鍋、天津勝負飯大好きです。地酒王国、クラフトビールもジンもスピリッツも、はい、記念写真撮りますよ。おお、上杉軍の自動販売機、おお、謙信公の顔出しパネル、謙信公がご祭神、春日山神社様、あれ、生き物が、動物がいっぱい、当時の宮司様曰く、小さな子たち、まずは親しんでもらいたい、謙信公は春日山城跡、シンボルである謙信公の銅像、シンボル、東京スカイツリーもある、鉛筆の交差点、雪だるまの街灯、雪、宮に、スキー、スノーボードのエッジは国内シェア 100%。この当地ならではの除雪道具、各家庭に1台はスノーダンプ。もう時間が、あれでも、後でちょっと飛んぎっちゃうので、東京オリンピック水中、スピーカー。ここ上越で、映画、いいロケーション、そしていい人たち、また取りに来るよ。移住します。定住します。結婚します。にはゆっくり走ろう。疲れた時は、間もなく始まる。3月31日、4月1日はおたちの餅、謙信公ふるさとや、ふるさとや、ふるさとや、最終回です。皆様ご一緒にまする15のジャンプで参りましょう。せーの、やーやーやー。